君の名前直接トーク。いやいや、なんで被るのよ。プライムです。ロッピーです。はい、じゃあね、調査をやっていきましょう。再開するのはあなただ。私です。あれですよね、あらすじが見れるんで、あ、これが便利なんですよ。助かる、うん、今回ちょっとね、収録が2週間空いてしまったので。助かる。そう、ちょっとね、アライグマはラスカル。後ろの少女の噂を調べるうちに15年前の金田事件の真相にたどり着き、その真犯人に殺されたのかもしれない。かもしれない。真相を聞き出そうとする歩みに崖に追い詰められ、さらにあなたに見つかった田崎は自暴自棄になり、歩みを道連れに死を選ぼうとするが、寸前で思いとどまり全てを告白する。田崎は陽子の事件をきっかけに、15年前自分のために嘘の証言をしてくれた恩人浦部の立場を守るために、故郷の海で自らの命を絶とうとまで考えている。ふるさとって書いてあるのに故郷って言う。確かに確かに。なんでそうやって裏切るの。裏の裏を書いてくるね。さあ来ました。こっちを見てる。あのさ、ちょっと思ったんですが、設定この BGM を低くしたいんだよな、今更だけど。 BGM 低くして、なんかね、声が小さいような気がしてね。そしたら音声、この回から、あれ、ずっとぶっ続けで聞いてた人さ、この回からいきなりガクって下がってさ、うん、そうだよ、なんか、あ、気分が悪、BGM これ気分悪くなっちゃうよ。あ、本当だ、すげえ。あすげえ。すげえ。なんか覚えてるぞ。でもちょっとさ、いや、アレンジでしょ。ここで変えちゃうと、そうだよ、変えちゃうとね。主人公の音声も、BGM オンリーはちょっとでかすぎて。待って、主人公の音声オフとかできるよ。でも、あ、じゃあ、シンジ君の声が聞こえなくなっちゃう。シンジ君の声、うん、音声再生しないとレトロだね、レトロって。あれじゃん、テテ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 テ何をしたらいいか分かんないから、では推理してみよう。今言ったな。おう。てんてん。考えてみよう。てんてんてん。はい。見せよう。よこ。あゆみの写真。あゆみにあゆみの写真。どうしてあなたが持ってるの？この間怪しい男から買ってね。よこさんのお母さんが貸してくれたんだ。あゆみちゃんを探すのに役立つだろうからって。陽子のお母さんにまで心配かけちゃったんだね。そうだよ。下げんの。ペロ。見せる。書き置き。これには驚いたよ。まるで一緒じゃないか。大きな書き。あなたにもしものことがあったらどうしようかと思ったの。だから私一人で。ありがとう。でもあんな無茶しちゃ。友達をなくすのは。もう嫌だもん。だもん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 。あゆみちゃん、あゆみちゃんちゃんちゃん。すごい眉毛すっごい困ってる。うん。あゆみちゃん。聞かれてしまった。眉毛が。眉毛が平坦になってしまった。僕を心配してくれたんだ。お、ドキ。お、見せる。見せる。いいところ。何いいところで。好きになっちゃったじゃん。これ。いいところ。いいの？自分のいいところを見せるの？僕は簡単にやられないさ。こう見えても空手三段なんだよ。そうだぞ。あちょー、あちょ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 、ひどい。あー、ブルンブルンブルン。ひどい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 。と、この鋭いキック、鋭いキック。あなた、チャックが開いてる。ロッピーくん、ロッピーくんのプライムが見えてるよ。いやいや、やめろよ、俺をプライム。そこをプライムっていうのやめろよ。ロッピーくんのプライムが。あゆみちゃんが初めて笑ってくれた。初めてだっけ。僕のプライムくんを見て笑ってくれた。やめろよ、プライムくんっていうの。プライムくんは一人の人間だもんな。そうだよ。まず一つの V じゃないもんね。V じゃないよ。プライム君はそれ一人の人間だもんね。そうだよ。事件は振り出しに戻ってしまった。校長のために自殺まで考えた田崎の言葉に嘘はなさそうだ。
その校長を僕は繁華街で見かけた。悪いね。一緒にいた一緒にいた男も悪いやつ以外の何者でもない顔してるね。そのヒゲの生え方はすべからく悪いぞ、悪いぞ、当たった。ああすごい。今からなら午後の授業に間に合う。私学校へ行くわ。よくそんな明るい感じになれたな。送ってけよ。強いね。うん、行きましょう。行かないよ。二人で午後から学校行ってヒューヒューなんて言われちゃってちゃって、でも不自然な関係不自然な関係、うん、不自然は不自然だけどね。文字がもうおどろおどろしいから。でもロッピーくんは校門の前まで行って自分は授業受けないから、うん、バイバイっつって、うん、受けない。そうだね。送ってくれてありがとう。どういたしまして。聞く。気づいたこと。さっきのあなたかっこよかったわよ。あちょ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 あちょ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 って言ってたよねさっきね。目標センターに出てスイッチ。いやそれはシンジ君だから。もうあんな無茶はしないわ。だから心配しないで。どうも。もし新しい情報が聞けたらあなたに知らせるわね。今私が話せることはもうないわ。力になれなくってごめんなさい。そんな顔しないで。ありがとう、まゆみちゃん。見せる、いいところ。いいところ、うん、聞く。でも何か分かったら、はい、うん、あ、困ってる眉毛の方がいいのに。心配かけないようにお手伝いができたらいいな。うん、私はお手伝いロボットだもの。何か力になれることがあればいいんだけど。アンドリューだった。あたり。生徒がいる。例のテニス部。どこ？ゆみちゃん。あ、いけない。下駄箱だ。うん。何？あ、驚かれた。聞く。あ、呼ぶじゃない。あ、呼ぶか。当たりの生徒。当たりの生徒。外れの生徒。少しいいかな。なんでこんなところにいるんだ。うん、すごいガニ股だな。何読んでるの？それよく見たら攻略本じゃないか。大喜利。君が探偵君だろ。ああそうだよ。あいや。バレバレじゃねえか。そこにいるじゃん。あ？誰だっけそれ。何こいつ使えねえぞ。これ気づいたこと聞いてみよう。そうだね。この気づいたものジェラシー感じちゃう。マジで。あ、この人あゆみちゃん好きだぞきっと。あゆみの写真自慢してんの。そうだよ。ああ思い出した。この間殺された子だろ。でも俺2年だし何も知らないわ。オフオフ知らないし。ただ何もしないじゃん。これ当たりの生徒じゃない。お前は外れの生徒だ、ね、お前は。いや、そういう意味の当たりじゃないんで。君が読んでるのはロックマンの攻略本だ。いや、なんでそんな文章だらけだ。しばらく歩いたら、右にジャンプ。わかりづれ。イラスト欲しい。でも聞くことないよね。知らないし、悪いけど。なんだこいつ。なんだこいつ。知らないししか言わねえじゃねえかよ。お、大体の人は立花さんのこと知ってるって。なんで？可愛いから。ほらほら、女の子を待たせちゃダメじゃん。まだ出るか？なんでそんなに読みてえのか、ロックマンの攻略本お前。いや絶対違うから。そんなに続き読みてえのかよ。ちょっと君にジェラシー感じちゃう。こんなとこで読むもの何なんだろうな。でも見る限りさ、なんか図っぽいのがちょっとだけあるじゃん。本当だね。
なんだろうね。俺思うに、あゆみ。俺思うに、ロックマンの攻略本。いや、さっきも聞いたよ、それは。何も聞けなかった。ユミセは陽子さんのことはよく知らないんだって。だったよ。知らないことが分かったよ。まだ聞くべきかな。もう、あじゃあ変なフラグというか変なルートに入っちゃったから、もうデータ消すしかないんじゃない。そういう今時のゲームそんなになんないよ。呼ぶわ。呼ぶ。違うあたりの生徒。あのね。おキャンセル当たりキャンセル。そうだ。おあなたひとみちゃんに会ったことある。おひとみちゃん、ひとみちゃん誰だ。聞くひとみ。ひとみちゃんって誰。かわいいひとみちゃん、陽子のクラスメートよ。何呼ぶひとみ。お簡単に呼べるんだから大きい声で。あ、呼べないんかい。しかも頼むぜ。陽子と仲が良かったの。考えるかな。呼ぶあたりの生徒。あ、瞳のこと聞いてみるんじゃない。そうだね。なんか用なの。な、ほら増えてる。バトルっこしいな。かわいい瞳。そんな子。いやマジでこいつ何も知らないじゃねえかよ。なんだよこいつよ。こいつなんだよマジで。もう破壊でお前は下校しろ。下校してもう画面の前でちゃんとロックマンやりながらちゃんとそれ見るよ。それ見るよ。お前はイメージトレーニングばっかするな。お前移動もできないしね。ほんとだよな。何何じゃねえよ。もうお前バカ。人呼んでこいよ。お前はお前よ。お前はバカか。あ私あなたに話しておきたいことがあるの。うん、ん何。今まで黙っていたけど実は私。え何。ちょ当たりの生徒がいるからさ。もう行かなきゃね。あ放課後休校舎で待ってて。いやもう今チャイム鳴ってんだから今から行っても意味ない。ちょっとぐらい遅れても大丈夫だって。本当だよ。もうシュンってなんだ。当たりの生徒。おい当たりの生徒もいるよ。なんかお前はなんだ。お前そうかなんだよこいつ。お前はいいの行かなくて。確かに。やっべ3時間目ロックマンだ、ね、行かなきゃ。お立って一回まじまじと見られた。あたりの生徒。そばには誰もいない。呼ぶ。そばには誰もいない。うどんには誰かいるんだけどな。そういう意味じゃない。あたり。そばにも。あ、え？あ、考えるでしょうねきっと。さてどうしようか。放課後までまだだいぶ時間があるし、煮立って仕方ないし。グラタンでも作るか。どこで。もう少し話を聞いておきたいし、田崎さんの様子を見に行ってみよう。自殺してるかもよ。あんなことがあった後だから。そうだね。それかグラタン作ってるか。いや絶対作れる設備ないでしょ。グラタン作ったら全部燃えそうだもんね。いやいや。ごと行きそうだもん。縦小屋だからな。普通に茶飲んでた。あんたか。あすごい落ち着いてる。すごい。って変わって。おぬるぬる。もう少し話を聞かせてもらえますか。すごいなんかでもこうすっきりした顔してる。何かあんたの役に立ちそうなことを知っておればよい。あすごいいい田崎になってる。うん。木こりの泉に落ちた田崎になってるぞ。綺麗なジャイアン。聞いたことがないな。誰のことじゃ。ぐぬぬ。いや聞けること多すぎだろ。おろいな。校長に迷惑をかけるくらいならわしは死んだ方がマシじゃよ。勝手にわしを殺すな。わしは鷹だったらいいの。鷹はいいの。校長に迷惑かけんならね。世の中のわしは死んだ方がいいって。飛んだとばっちりわし。俺ってなってるから今。わしを信じてくれ。いやもうそっちにしか見えなくなっちゃったじゃん。
わしがそっちにしか見えなくて、タカは関係ないよ。そういう意味じゃないわしって自分の固有名詞固有名詞固有名詞一人称。まるで全てを見ておったかのような口ぶりじゃった。彼女に問い詰められた時、わしはしばらく震えが止まらなかった。もうダメだよ、まっすぐ見れないよ。急に事件のこと全部この人ずっとわしのこと言ってんだもん。だってずっとわしの話してる。急にコミュニケーション下手。すべて話したつもりじゃ。ああそうだよね。そうじゃ、さっき例の壁を見て思い出したことがあったんじゃ。例えば前回、前回か分かんない、結構前だけど、やった時にあの壁の色が違かったじゃん。ああそうだね。で壁の色はこう田崎がやったからだって言ったんだけど、コメントがあって、なんかその経年劣化した壁の色は再現できないから無理やこと言わないでくださいってコメントもらった。その関係者の知ってる人のコメントだ。なるほどね。すいませんでした。すいませんでした。やっぱ再現できないね。そう、でも再現してこそがさ、プロの仕事なんじゃないの、それって。ね。だって、よろしく、よろしく腹立つ。そうだよ。あの晩、壁を塗っとったわしのことを誰かが見ておったような気がしたんじゃよ。怖っ。浦部じゃなくて誰かが見た。お、なんか飛ばしちゃった。ベイウラ、慌てておったわしのことじゃ。ただの気のせいじゃとは思うが。バサバサバサ、さてぼちぼち仕事を始めたいんじゃが。おご協力ついに仕事する気になったか。じゃあ僕も失礼します。用務員さんって何してるんだろうね。用務員さんは掃除。そうだね、掃除のこと考えたりしてるよ。すべて考えてやんない。考えてるだけ。のう、あんた、後ろの少女かどうかは分からんが、この学校には何か得体の知れん何かがおるような気がするのは、ただの気のせいなのかの。すっごい溜めるね。なのかもしれない。あ、なんかスーッて肛門に来た。移動。誰かに呼ばれたような。なんか何、なんかちっちゃく多いみたいな。待って、しとみちゃん。誰だ、知らない声だ。あ、知ってる声だ。知ってる声だった。職員室から呼んだんだけど聞こえなかった。葉山さんだった。校長がお呼びよ。あなたにお話があるらしいの。ついに消されるのか。校長ちょっと怪しいからな。怪しいからな。校長室来た。どうぞお入りください。失礼します。ちょっとこういい声優使ってるから怪しいぞ。事件のことをお聞かせ願おうとお呼び立てしました。すっごい丁寧だ。もしよろしければ事件についてお話を伺いたいのですが。しっかりした人だこの人は。はい、わかりました。だって16歳の少年だよ。だってこんな丁寧な本当だよ話しかけ方なかなかできないぞ。僕は事件の学のある人だな。浦部校長に話した。田崎は疑われていたのですか。聞く。よく。彼女を守る術がなかったものかと悔やまれます。しかし小島は戻りません。私は犯人よりもその罪を憎みます。小島のことがかなりショックだったことは存じておりました。しかしまさか自分で犯人を探そうとまで考えていたとは。立花が危険な目に遭うことがないようにどうか彼女を守ってやってください。はい、もちろんです。おう、
田崎が疑われていたとは。私は田崎を信じております。いや、繁華街の件を聞きたいんだよな、お役に立てず申し訳ありません。しっかりした人だぞ。これは気のせいだった、違いない。繁華街は気のせいだったのかな。優しそうな人だ。そして悲しい目をしている。この眉毛とひげを輸入している輸入業者の人だったのかな、怪しい人。きっとしっかりしたひげしてるもん、ね、してるもんだ。優しそうな人だ。悲しい目をしている。悲しい。戦争で多くの人を多くの人をだったんだよ。まさか手にかけた多くの人を手にかけた目だ。田崎は人を殺すような人間ではありません。そう私は信じております。今も、そして15年前のあの事件の時も。お、なんか増えた。お、金太事件。確かに私は田崎のために嘘の証言をいたしました。それは許されないことでしょう。しかし決して後悔はしておりません、お、調査メモに登録された。あの事件で私は大切なものを失いました。浅川忍さんのことですね。ん、そう、忍。大切な生徒の一人でした。なのに守ってやることも。くちゃんとした校長だ。全てお話ししたつもりです。隙がねえ。私は生徒を守ることすらできない無力な男ですが、今後小島たちのような痛ましい出来事から生徒を守るためならこの命すら惜しみません。全て終わる。でも田崎はわしを狙ってるからな。そうだね、違う方向見ちゃってるもんな。それだけにあの夜一緒にいた男が不釣り合いだ。人違いかな。いや怪しいよね。隠してるだけ説あるよね。突きつけるんだ。聞く、繁華街。全てお話ししたつもりです。ああ、ダメなんだ。待った、嘘だ。突きつける。裏部。おっ、そう、これ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 、アップになった。やはりあれは校長に間違いない。お、確信に変わった。どうかなさいましたか。実は先日繁華街であなたを見かけたんですが。あ、消されるぞ。あ、な、消されるぞ。おや、電話が。ちょっと失礼します。タイミングいいな。もしもし、悪い校長ですが、はい、そんな分かりやすい名前の変え方してんの。悪いことするときは、はい、悪い校長ですって名乗ってると思ってこちらからお呼び立てしておいて誠に申し訳ありませんが、お話は後ほどということにしていただけませんか。はい。その間他の先生方と話していただいて構いませんよ。怪しいな。怪しいぜ。まあ移動するしかないんだけどよ。ではまた後でお邪魔します。ええ、申し訳ありません。